県鏡原市に来ました。神社見てください。手力を神社って書いてます。看板にあるようにね、信長公ゆかりの社、手力を神社って書いてます。で、なんか裏後ろの方のね、看板には史跡信長公弓掛桜、信長公的場桜って、向こうの方にあるみたいなので、ちょっと行ってみたいと思います。こっち、ここの境内はね、こうご覧の通りね、もうずっとね、織田の家紋の旗がね、わーっていっぱいあります。で、こちらの方にあるのが史跡織田信長公弓掛桜って書いてます。まあ、ここにね、織田信長がね、弓をかけたようです。これでもかなりすごい、なんか老木っていうか、結構古いね、新しくなったって書いてあるので、きっとこれだったんだと思います。他の方に桜の木があるから、これがきっと的場ってなんだ、ここに弓かけてここからバンってやってた。ここに的場の桜があるんですけれども、ちょっと中は入れないようです。織田信長公は手力尾神社に岐阜城攻略を祈願し、岐阜城入城の後も厚く当社を崇敬され、武運長久を祈って、当社に車両1300兆歩を寄進されたことは有名であるって書いてました。うまくいったんだね、きっとね。違う、うまくいったからではね、神社の中に行ってみたいと思います。信長さんはね、もともとはこの神社も攻めるつもりで来てるんですけれども、なんか来た時にね、霧が立ち込めて、すごいなんか息苦しくなって今から落ちたそうです。なんかそんなことも考えて、この神社はまあ攻めれないって思ったのが、そこからこの神社を大切にしたそうです。ちゃんと入ってきた。信長さんがいた信長さんいました。すごいね、写真がついてるこんな感じ、信長さんです。ちょっとなんか違うね、顔が、こんなになってちょっとまたこれね、違う感じの信長さん、ちょっとね、ふっくらしてる。じゃあ行ってみたいと思います。そう、お参りしよう。ここに境内史跡巡りっていうのが矢印があるので、ちょっと行ってみようかなと思います。こんなとこ入ってくるのねすごいね、頭がいっぱいしそう。古墳の中、これ手力尾神社境内古墳って書いてあって、なんか古墳だったのかな、古墳に祠を建てたのかちょっとわからないんですけど、不思議な感じの穴に祠がありました。ちょっとします。なんか奥行きがね、すっごいありそうなんですけれども、こんな感じでした。なんか埋まってたのかな、あ、ガム失礼します。お邪魔しました、失礼します。あの辺にはなんか岩とかが、すごくありそうだね、ここ。井上山、小さなね、井上山になってる。どっちでも行けないみたいよ。線が張ってあるから。こんな感じの場所でした。信長はね、斎藤義達の死から美濃へ何度も何度も攻め入ってます。でもね、そこに立ちはだかるのは義達の息子、斎藤辰興でした。A66 年にはね、信長はこの辺り鏡原に攻め入ってます。でそれがね、新加納の戦いと呼ばれています。その時にね、多分信長さんはここの神社に立ち寄って戦勝祈願をしています。
でその美濃を取った後もね、ここの神社はすごい信長さんに大事にされたようです。ではまたこの穴くぐって戻ります。穴かな不思議な祠があった。本当にこの境内にはね、信長さんの家紋がいっぱいあって、馬なんかもいるんですけども、よっぽどね、ここの神社は信長さんと縁が深いんだなっていうことが分かりました。こんな織田の家紋があります。ちょっとね、雨が降ってきたんですけど、今からね、新加納の戦いがあった跡地にね、行ってみたいと思います。雨大丈夫かな。お邪魔しました。ちょっと移動して新加納に来ました。ここはね、昔宿場町だったようです。だから街並みがね、なんかとっても綺麗な感じです。ちょっとあそこ看板があるので行ってみたいと思います。中仙道愛の宿っていうね、看板があるので、ここさっき一里塚跡ってあったけど、今現在地があります。ここのね、なんか看板の下にはね、いろいろとね、なんか行きたいなって思うようなところがありました。ここはね、なんか新加納は東の鵜沼宿、西の加納宿と距離が17キロと長いため、立場と呼ばれる小休所が設けられ、人足や荷馬が休息を取った。また茶屋が設けられ、旅人が休職し、愛の宿新加納としても栄えた。皇女和宮の皇家の際には新加納の梅村屋を休息所とされたって書いてます。その和宮様が休んだところっていうのが、なんか向こうの方、あの辺にね、あったのかなって、今あるのか分かんないんですけど、あの辺のようです。地図見るとね、旗本坪内陣屋って書いてあって、新加納周辺を治めていた、坪内氏の初代は松倉城に拠点を置き、織田家に仕え、八須賀小六ら、川波衆をまとめていたって書いてます。いろいろあるんですけど、今からこの松林寺っていうところに行ってみたいと思います。66年新加納は織田信長の美濃信仰で斎藤辰興との合戦場となり、寺は陛下により焼失した。江戸時代に入り、領主となった旗本坪内氏が再興し、菩提寺として保護を受けたって書いてます。ではね、そこに行ってみたいと思います。では行きましょう。この辺に本棚です。新加納遺跡地区って書いてある。すごいね、歴史の小道だった。いろいろあるね、ここすごいよ。こことかかっこいいね。なんか病院だったみたい。ここなんか今も病院なんだけど、新しいのが普通の病院っていうか、普通の病院っておかしいな。国史的だね、すごい。あれ登録有形文化財ってか、素敵です。なんかここでね、新加納の戦いがあったようです。立派なお寺だね。ここを攻める織田信長は5700、ここでね、待ち受ける斎藤辰興は3500でした。織田軍はね、池田恒興、森義成、柴田勝家、丹羽長秀の精鋭たちを引き連れてここに来てます。でもね、美濃の辰興軍にはとんでもない軍師がいました。その人の名前は竹中半兵衛重治です。半兵衛のね、伏兵を用いた作戦により織田軍はボコボコにされました。広い神社だね。神社じゃない、お寺だね間違えちゃった。立派。ここから見るとね、すごい、こんな感じでした。なんか景色も良さそうなのでね、ちょっとお邪魔します。失礼します。ゆかりのものとかあるのかな、ここは。すごい花きれいだね、これ。こんな感じで、まあ、お寺なのでね、当然お墓があります。すごい綺麗なお墓。ちょ
写真撮ってこうか。この戦いでね、すごい活躍した半兵衛さんなんですけれども、どういうわけか突王家はそんな半兵衛をずっとなんかバカにし続けたみたい で、その後ね、半兵衛は反撃に出て稲葉山城をクーデターを起こして乗っ取っています。よかった、雨晴れてる間に山行っちゃうよ。ちょっと移動して三井山公園に来ました。ここに来たのはね、ちょっと時代は遡るのですけれども、信長のお父さんのね、信秀さんが落としたと言われるお城の跡があります。ここ池あります。池とかね、あるような公園です。向こうの方にね、登るところがあるのでちょっと行ってみたいと思います。お父様とかいるね。三井山石仏館、あそこ登るんですけれども、三井城に行ってみたいと思います。三井城の跡があります。頂上まで10分って書いてある。こっち？こっち？登山口が2つあるんですけれども、どっちがいいんだろう。簡単な方がいいんだけど、結構ね、ゴツゴツした石が、足場が悪い感じがします。頂上まで420m。 見て、ここ石がすごいよ。すごいね、お地蔵様がいっぱいなんかいます。信長のお父さんのね、信秀さんもよっぽどもう喉からね、手が出るほどこの美濃が欲しかったんだと思うんですけれども、マムシの道さんにね、拒まれて取ることができてなかったです。昔キリンが来るでね、高橋克典さんが演じてたんですけど、最初の方でなんか落ち武者みたいな、なんかすごい格好で来る、あれ覚えてますか。あんな感じだったと思います。来てるの。階段続いてます。 220m だからな、まあ散歩にいい感じのいい感じの山でよかった。まあ、このぐらいのね、山だと私の気持ちは楽です。それでもハンハン言ってる。話はね、すごい前後してしまって申し訳ないんですけれども、新加納の戦いの時にね、タツオピ軍で2番手として大将を務めた姫の広成さんのお話をしたいと思います。広成さんは美濃の下級武士の生まれでしたが、道さんの時代から斎藤家に仕えた方です。またね、キリンがけるの中のお話になってしまうんですけれども、義達のね、腹違いの弟の喜平次と孫四郎を手にかけたのもこの広成さんになってます。覚えてますか。あの方です。誰がやってたんだっけ。なんかちょっとね、喋ってたらここ見逃しそうだったんですけど、三山古墳っていうのがあって、ここになんか跡がありました。ここがなんか古墳の跡みたい、穴があります。ちょっとカメラで覗いてみてください。ちょっとね私カメラで覗いてみます。まあこんな感じです。古墳っていうことはなんか埋まってるかわかんない。何埋まってんの。第三クルワ、あと、ヘロヘロワーというのがこの方にある。よくわからないですが、なんかね、第三とか第二とか第一って続いてます。広成さんはね、斎藤家が滅亡した後はいろんなね、主君に仕えてますが、まあどこ行ってもことごとく滅亡してます。斎藤家の後は今川氏真のところに行きますが、今川家も滅びてます。ニック家ね、信長を倒すために次に仕えたのは浅井長政でした。その後はね、かつて仕えた斎藤勝興と一緒に一向一揆に加わっています。彼らは伊勢長島で信長をね、撃つ作戦を考えましたがダメでした。まあ、そんなこんなんでね、こうなる跡が見えてきました。到着しました。まあ、こんな感じです。人もいました。ちょっとなんかお天気が
明るくなってきて。眺めいいです。こんな感じ。あ、すごいね。鏡原のね、街が見えます。あ、木曽三川公園だって、ほら見て、ここ木曽三川公園。近くにあるのね。どこにいるのかさっぱりわかんない。私はどこに来たのかよくわからない。今日はね、曇ってるので、あ、でもほら、あそこの見えるね。小牧山。あ、三井山の歴史って書いてある。三井山は軍事上の重要な場所にあったため、古くから砦が築かれてきました。古文献によりますと、三井山の最初の城主は土岐忠八郎であったとか、土岐氏の家臣であった三井弥一郎が山頂に城を築いたとか記されています。築城にあたっては、それまで山頂にあった神社を山から下に遷座させました。美濃国内で守護大名の土岐氏と守護大の斎藤氏の内乱が起きた時、隣の尾張の国より織田信秀が攻め込んできました。その時三井山城は落城したとされていますって書いてます。そんな山でした。こんなお城でした。なんかね、さっき言ったね、新加納の戦いはちょっと目印がないんですけど、あの辺で奥の方のね、山の方にピッてあるのが岐阜城になってます。ちょっと自分でもよくわからないわからないです。でもあの辺のようです。降りてきます。そうやってね、数々の主君に仕えた広成さんなんですけれども、最終的には織田信長に仕えてます。やがてね、本能寺の変が始まって、信長さんが亡くなった後はね、秀吉さんに仕えました。広成さんはね、結構なんかね、横着な人間だったようで、その後ね、人情事件なんかでね、起こしたりしてたようです。まあ、その後始まる関ヶ原の戦いでもね、西軍、東軍、もうなんかどっちつかずの曖昧だったようです。結局ね、徳川家康率いる東軍が関ヶ原では勝利するんですけれども、曖昧だった広成さんがね、お家を守るために切腹を試みました。その時なんと85歳だったそうです。その凄まじい亡くなり方は今も伝説として伝わってます。
ではね、降りてきます。なんか見えるか、着いたの、すごい。行く時とね、ちょっと違う道で帰ってます。ヨナリさんにはね、もう一つエピソードがあって、鉄砲の弾を避けるための鎧兜を作るのがすごい上手だったそうです。それでね、井伊直政とか立花宗茂、真田幸村はそれを真似してね、作ったそうです。すごい景色、こっち側も良かった。またちょっとなんかいい感じの公園になってます。ズボンも落ちてくるだろうね。最後までご覧いただきありがとうございました。次回はね、北陸の関ヶ原、浅井縄手の戦いを紹介したいと思います。またね、よかったら見てね。バイバーイ。バイバイ。ね、向こうの方に三井山が見えるんですけれども、その山のふもとにもこういう碑があるのでちょっと来ました。如来塚の由来って書いてまして、安楽寺はかつて濃州鏡原伊吹村寺島にあった。永禄年間第10代院主法師の頃、織田信長が岐阜城を攻めた。信長は全ての神社仏閣を焼き払うとの噂が流れ、門徒たちは一堂に集まって協議を重ねるが、妙案とてなかった。この時門徒代表の一人、切通村の伊藤何がしが本尊の阿弥陀如来像を背負い、檻からの雨の中を菅笠にて難を逃れ、この辺りまで来た。ここで身を潜め、戦乱から本尊を守り抜いた。その後ここに塚を設け、如来塚と称し、この北を流れる川を如来川と呼ぶようになったって書いてました。そういう塚がね、ここにあります。こういう塚でした。お疲れ様でした。